おはようございます。本日も散財小説をご覧いただきありがとうございます。ででーん。ということで、いつも通りオーディオンバットマンを目の前に朝食を食べようと思いますが、なんか2日前ぐらいから急に気温がぐっと下がって寒くなってきて、しかもこの天候です。霧の、ロンドンも霧の街ですか、サンフランシスコも霧の街ですけど、霧の街感が出てきております。朝食はもうなんかかなり安定してきました。ホテルで食べるときはもう目玉焼き、ほうれん草、トマトにパイナップル、メロン、バナナ、オレンジジュース、ブラックコーヒー、ヨーグルト、もうほぼほぼこれでいただいております。充実。さあ今日も、観光行動開始なんですが、今日はちょっとですね、いきなり行くところが決まっております。事前にチケットを手配済みでございます。まだ11時前なんで、さすがに人が結構、みんな行動遅いですね。午前中は人少なめ。今日はバス乗りたいんですけど、どうしてもこのトッテンハムコートロードステーションにまた地下鉄を使わざるを得ません。じゃあちょっと地下に潜っていきたいと思います。ほんとこのアップルペイでこれで、あれ、あ、ダメ、ここにバツって書いてあった、バツダメでした。これで乗れるの素晴らしい。結構こっから地下に潜っていくんですよね。伝わるかわかんないですけど、明らかに空気がよどんでるんですよね。なんかちょっと霞んでる感じです。地下鉄はやっぱりでも来るの早いですね。便利。時間帯的にまだ空いてるから、結果地下鉄でも良かったかもしれません。お、なんか地下じゃない、うちでした。一瞬地下じゃないところに出てまいりました。スターフォードっていうところです。なんとかフォードって駅が多いです。こっから DLR っていうのに1個乗り換えます。あ、こっちに DLR ありますね。こっち行きます。駅がスタートフォード駅、結構でかいですね。いろいろ乗り換えがあるっぽいです。これはなんかちょっと京急っぽい感じです。赤電車、赤に青。これは一駅ぐらいしか乗らないっぽいです。なんかかなりゆっくりと走る。あ、だんだんスピード出てきました。ででーん。今回の目的地はこれです。アバのボヤージュっていうコンサートに。結構これなんかオリンピック施設みたいで、もともとすごいところで、郊外に来て、コンサートに見に行こうと思います。オリンピックパーク、クイーンエリザベスオリンピックパークっていう、もうオリンピック跡地をうまく再利用してる感じななんじゃないかと思います。駅に早速ショップがあります。ショップの中こんな感じです。ちょっと年齢層高め。駅降りるとこんな感じです。もう駅降りた目の前がアバボヤージュのコンサート会場です。我々ちょっとビップラウンジが今回使えるんで先に入ります。今このバンドつけてもらってラウンジに入れるようになります。あと5分ぐらいで開くそうです。ナイスタイミングでした。開店入りました。入場できます。入ってきました。セキュリティ抜けて、なんかバーフリーらしいです。あっちかな、あっちっぽいです。ここのバーに、飲み放題食べ放題らしいです。すごい、なんかビュッフェタイプで、ここであの開演までゆったりできるみたいです。飲み放題、ドリンクもいっぱいあります。どうしよう。なんかノンアルビールがめっちゃ充実してたんで、とりあえずノンアルビールゲット。ネズミさんは
コーヒーみたいです。このグラスがマグカップが可愛いです。アバマグカップ、こんな感じです。おお、結構デザインがどれも違くて可愛いです。オーシャンバード、なんか船、なんかめっちゃおつまみが充実してるんでちょっと欲しいです。なんか窓際にいい感じのカウンターテーブルがあるんで、ちょっとここをゲット。ででーん、取り放題、なんかいっぱい取っちゃいました。ランチ代わりでこんな感じです。いいっすね、いいっすね。いや、なんかチケットが、このチケットラウンジ付きじゃの方が普通のより安かったんですよ。なんかこれよりも後ろの席だと値段高いのに、なんかこういうのなくて、なんか2個だけあったからゲットしました。イエイ。ぶっちゃけ食べ物舐めてたんですけど、結構美味しいんですけど、普通に今ベーグルも完食、このサラミとかチーズも美味しいです。わあ、外気づいたらめっちゃ人がもう待ってます。まだ1時間弱ぐらいあると思うんですけど、大人気ですね。わあ、やばいことになってます。これは大人気すぎます。なんか至れり尽くせりで、アバボヤージュウォーターもらいました。じゃあいよいよちょっと行ってみようと思います。わー、なんかすごそう、ちょっと楽しみです。おー、なんかすごそうです。わー、めっちゃいい席。こ、目の前がこれダンスフロアで、これ立ち見席なんですけど、こっちから結構前の方です。2列目、3列目ぐらい、指定席の 1,2,3 列目です。3列目こんな感じになっております。わ、これはベスポジ、素晴らしい。だいたい肉眼で見るとこんな感じですけど、めちゃめちゃしっかりよく見えそうですね。これはラッキーでした。さあ、多分時間通りでいよいよ始まりそうです。さすがに中は撮れませんが、ちょっと楽しんでこようと思います。いやー、すごかったです。ちょっと結構なんか何人かの人から、ロンドン行くならアバ見といた方がいいよって言われて、行ってみたんですけど、これはね、リアルビジョンプロ超え。ちょっとすごすぎました。いろいろな意味で、コンサート自身もすごい良かったですけど、技術的にもすごかったんで、感動しましたね。なんとも言えない、ちょっとね、不思議な感情最初の方出てきて、びっくりしました。いやー、来てよかった。ロンドン来たら確かにアバおすすめです。なんか駅が封鎖されていて入れません。なんか違いなさそうですけど、行きはセントラルラインで来たんで、帰りはエリザベスラインで帰ってみようと思います。5プラットフォーム5です。ちょっとまた乗り逃しましたから、次に乗ろうと思います。焦らずに。エリザベスラインの方がなんか電車が立派、全然こっちの方が快適でした。しかもこっちだと4駅で、なんか半分の時間で、半分の停車駅で行きそうです。値段がこっちの方が高いのかもしれません。全然こっちの方が綺麗で快適でした。意外とエリザベスとセントラルラインで別物でした。勉強になります。地上に行くこのエスカレーターが、そこはやっぱり急でした。さあ、じゃあまた、双方に戻ってきたので、ちょっと一服したいんですが、マンモスコーヒー、最後になるかもしれないマンモスコーヒーに行ってみたいと思います。一回行ったんですよね。あー、そうだ、この間もそのパターンだったんだ。マンモスコーヒーが全く同じパターンで、まあ一度だけちょっとだけ寄れたんですけど、動画には撮れなかったです。マンモスコーヒー美味しかった。もうここら辺ちょっとお手の物なので、こうなったら、あ、しかも26グレインズ空いてます。中入れます。やってますよ。今ちょっと最後の最後で悩んでおります。あと2分で終了でした。ちょっと間に合わず4時だからね。今若干コーヒーカフェ難民になっております。なんか路上パフォーマンスが結構すごいんですよね。突然始まりました。
しょうがないのでまたやってまいりました豆腐屋さん。この豆腐のマークといえばででん、こちら表参道カフェに今日もやってまいりました。まあいっぱいです。ちょうど開きました。今ラッキーです。抹茶ラテとなんかお菓子いただきます。今日の夕飯はフォーです。なんかカジュアルフォーレストラン的な感じです。あ、フォーちょっと選びます。おー美味しそうです。しかも早い。いただきます。そして今日も最後はジョーザジュースでジョーズアイデンティティ、これで整います。だいぶ見られてきたこの景色ももうあと今日明日の夜で多分最後ですね。ちょっと寂しくなりますが、なんかクリスマスサーカスみたいなものが、サーカス場がどんどん出来上がっております。11月6日からなんでちょうど入れ違いなんですけど、サーカス始まるみたいです。Yeah, it's such a clap. And it's such a clap.